はいどうも、ベアンです。今回の動画はですね、超巨大立体プラレールのレイアウトを、一条プラレールのペタゾーさんと、プラレールカフェのプラタクパパさんと、鈴鹿電池鉄道の高会長と、あとトラフィックジャムの高宮さんと、このメンバーで組み立てて完成させましたので、レイアウトのね紹介をしていきたいと思いますけども、今回組み立てたのがこんな感じのレイアウトです。昨日の動画でね上からの前景は見ていただいたので、今回は近いところでいろいろ紹介していきたいと思いますけども、今回組み立てたねメインの立体レイアウトがこれですね。ゾンとでこちらの茶色の橋脚と、このモノレール橋脚を使っているのが五角形のねレイアウトになっております。五角形かな、八角形です。すみません。八角形のレイアウトになります。でこちらがタクパパさんが担当したところですね。この八角形のレイアウト、今までね札幌の函館のね金森トレインフェスティバルとかで導入していた形になりますけども、これやっぱり迫力ありますよね、この立体感。タクパパさんが作るとね組み立て速度ナンバーワンのタクパパさんだったので、かなり早い感じで組み立てられてましたね。でこちらがね今日初めて知ったんですけども、ツバメ返しというねレイアウトになってるみたいでして、どういうのがツバメ返しかと言いますと、この大きな鉄橋ねがこういうふうに上がりまして、そこからまた斜めに返りまして、また上がるというねひな壇の発展型みたいな感じなんですけども、これをペタゾーさんに聞いたらツバメ返しというそうです。こちらからだとちょっと見にくいんですけども、こんな感じでちょっと回ってみましょうか。ちょっとね、こんな感じなんですね。かっこいいですよね。これベイアンも何度か挑戦したことあるんですけども、またやってみたらねかっこいいので、今後のベイアンのねレイアウトにもちょっと取り入れていきたいと思いますけども、こちらのねひな壇の特徴としましては、こう奥に行きますと L 字になってるんですよね。こういうふうに L 字になってまして、こちらが返しになります。でこのツバメ返しの真ん中にね、この大きな鉄橋の十字クロスが入っております。この大きな鉄橋の特徴の一つなんですよね。これもねクロスに十字クロスにできるというのも本当のこれをね十分に生かしたレイアウトになっております。で各2段ずつが1つの路線になっておりまして、こういうふうな感じになっております。でこの上に久しぶりにねモノレールも導入しております。こんな感じでこのモノレールベイアン担当いたしました。で走っているのはウッディのねトイ・ストーリーのやつになりますね。こんな感じで。であとは向こうの方にいつも作る2畳サイズのひな壇ですね。それが入っております。こんな感じで。でそれをこの島的には3つの島があるんですけども、その島をこの上のプラロード大鉄橋で全部1つにしているような感じになります。こういうふうな形で。こういうのがね2つの島をくっつけるというのはベイアンでもちょっとできるんですけども、いくつか離れてる島をね1つにつなげるっていうのがねやっぱりかなり難易度が高くてですね、これペタゾーさんクラスじゃないとできないようなねなってまして、本当ちょっとベイアンも今後これ取り入れていきたいなと思いますね。で今回ねこの立体レイアウトだけど、おそらく橋脚が4000から4500ぐらい使ってるんじゃないかなと思います。それぐらいの大きさのレイアウトになってますね。このサイズほんと久しぶりです、この規模は。はい。でそこからだいたいこの立体に絡めて、こういう風な感じで平面のレイアウトが入ってるような形になります。でここがドキドキマウンテンのレイアウトで、全部規則的になってまして、山をね大鉄橋でつなぐという風な形になっております。この3つともそうですね。でその中に高架のねラインが通るというような、なんとなく潤さんプライムの潤さんがやりそうな感じになってますよね。でここがもう高架のラインですね。高架のオーバルラインになってます。こんな感じで。でこちらがですねトラフィックジャムの高宮さんが担当した、高知駅を再現したレイアウトになります。ざんとこんな感じで四国のね8600系がいますけども、南風がねいればもうちょっと良かったんですけどね。はい、ランプはちょっとレアな商品になりますので、レアな車両になるのでさすがに導入できなかったのかなと思います。で今回ね面白いのがこれですよね。これがね土佐電路面電車なんですけども、それを再現している状態になってますけども、ここ高宮さんが本当力を入れてやったようなところですね。でおそらくこのねトーマスの橋が播磨橋というところじゃないかなという形になります。で、ここからね、この高知駅からズドーンとこういうまっすぐ行って、この立体構造の下を通ってですね、ずーっとこんな感じでここに出るんですよね、この鉄橋ゾーン。ずーっと鉄橋ゾーンを出まして、降りて、でここで U ターンというふうな形になります。でもう路線がもう一つの路線がですね、こっちのね、こっちの黄色い U ターンを使ってる方がずーっと、これもこの立体構造の真下を通りまして、でこちらですね、こっちにこういう風に来るようで、ここで U ターンで折り返してまた降りていくという風な構造になっております。でこちらがね、この高架ゾーンが、一応高架庁が担当したところになりますね。こんな感じのまちまちしいレイアウトになっております。でこの白い箱をね、ビルに見立てた感じなのが本当ジオラマチックでかっこいいですよね。でこちらのね、プラロード大鉄橋のレイアウトが、螺旋構造をひな壇にしたのと、向こうに螺旋が2つで、段差がちょっと違うのがプラロード大鉄橋の下のラインに入るというね、そういう風な構造になっております。であとはこちらの方の下がですね、乗れるミニトレインがあるんですけども、そこの線路の空き地をね、こういう風な形で線路プラレールで埋めております。これちょっと初めての試みでしたので、ちょっと面白かったですよね。これがぐるーっと回ってるんですよね。なのでミニトレインを乗りながらこのプラレールが走ってるのが見れるという素敵な感じになってますよね。であっちはね、ヤード的な車両基地とかそういった風なヤードになってます。で4連ウッディも久しぶりですよね、大鉄橋のところね、こんな感じで。という風な超巨大なレイアウトになってます。でこのイベントがですね、ペタゾー電車王国という風になっておりまして、11月の7日から、11月の18日までやってる、14日かなまでやってるそうなので、もしよかったらね、この動画を見て現地の方がおられましたら、ぜひぜひ遊びに行っていただければなと思います。はい、こんな感じでレイアウト紹介をやりたいと思いますけども、かっこいいレイアウトだなとか思われた方がおられましたら、できればいいねボタンの方よろしくお願いいたします。あと概要欄の方に今回組み立てに参加しました、月曜プラレールの豚蔵さん、トラフィックジャムの、高宮さん、あとトラタクの高パパさん、あと鈴鹿電気鉄道の高会長の、チャンネルリンクを貼っておきますので、それぞれの、ね、動画ももしよかったら見ていただければなと思います。はい、こんな感じで動画を終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。